はい、というわけで、レビュー 2.5 キロインダーハウスでございますけども、今日は劇場で見た映画ってのを大体紹介するのでね、今日も紹介したいなと思ってますけども、今日の1本目は監督さんが、デミアン・チャゼルで、主演が、なんだっけこの人、ライアン・ゴズリンで、ファーストマンですね。はい、ファーストマンなんですけど、すごく大絶賛の嵐というふうに言われてますが、あれですね、私の持論で電気物に銘がなしというのが私の持論なんですね。チェ・ゲバラ2よかったね、おいアラビアのレースどうなんだって言われたら、レッツどうなんだって言われたら、いやちょっと待ってくれっていう、俺たちにはすまないなってなるんですけど、でまあ大概電気物ってつまらんのですよ、あんま見たっていいもんないね。まああのひげのあごひげ生やしてなんかタンクトップみたいな着た親父が騒いでる映画もありますね、最近流行って。でそうするとあごひげじゃねえ、口ひげ生やしてね、まあボヘミアンラブソディの悪口言ってるんですが、毎週言おうっていうのは決めてますからね。電気物は面白くないんだって、それはインビクタスもそうだろうという。で宇宙物名画ってないんですよ、これは2001年だけなんです。結局はあのソラリスどうだ一応だじゃないで、ソダーバーグの電気じゃないですね、あれ宇宙物としてくくりですけど、でバカみたいな映画だとソダーバーグの方もね、でタルコフスキーの方も映像指示になって言われてるけど汚いもんで見れたもんじゃねえという。でそれで面白くないものが多いんですよ、宇宙ものっていうのは。でまあエイリアンとかそんな別ね、スターウォーズとか、でも宇宙の深淵みたいなものに迫ったったら2001年で十分だぜって話で、ではじゃあなんだてめえ電気ものと宇宙ものを組み合わせたやがって何だって言ったらライトスタッフがあったですね、フィリップ・カフマンの、これは傑作でしたけどね。でまあだからこの映画悪口言うんですよ今から。で面白くないんで見に行かなくていいと思うんですね。でそれはね、なんでだっつうと、まあ、ニール・アームストロングという人は宇宙に行って帰ってくるってそういう話なんですけど、まあ、デミアン・チャゼル皆さんご存知のようにセッション、ララランド、もう傑作と言われて映画撮ってきた人ですよね。で、今回もクリストファー・ノーランが、まあ、すごくいいなんていう話、記事がさっきちらっと見ましたけどね。クリストファー・ノーランも宇宙もんで失敗してるんですよ。インターステラー。で、失敗とまでは言わないかもしれないが、2001年に喧嘩を売ってということで、やっぱキューブリックの肩に並べなかったんですね。ノーランっていう監督さん素晴らしい人だけど、やっぱ無理だったんだ。で、今回はファーストマンなんですけど、まあ、ニール・アームストロング宇宙行きますよね。まあ、宇宙行って帰ってくる。まあ、それだけなんだ。で、なんだけども、そうすると、これやっぱり映像革命だとか映像表現の素晴らしさって言われてますよね。そこは買うんですよ、確かに。一番最初そのニール・アームストロングがテストパイロットみたいなことやってる時ね、そのシーンの素晴らしさ、いきなり飛行機のマッハ超えるところからいきなり始まるから、いきなり何の理由もなくキューン、すごいっすわ、アイマックスの音で聞くと、ううで、これデミアン・チャゼルって人は大ちゃんと言ったんですけど、多分映像の表現のセンスってそんな高くない人かもわかんない、あいやセッション見ればわかるかなと思うんですが、この人ってすごい細かいところにこう迫っていくような映像のセンスだろうなと思ってるわけね。だからドラマーの手元のアップとかに迫っていく。今回もそうなんですよね。引きの絵をあんま使わないの。使えないんだと思うんだけど、多分そういう発想が欠けてる人かなと思うんだけど、でもそれ強みなんだよ。キューン！どういう風に映すかというと、トニー・スコットみたいにできないから。そうすると、ケーキですよね。ケーキのこう、メーターがクイーンとこう上にこうどんどんこうスピードが上がっていくところとか、そういうとことか音とかで、そのメーターがガガガガガガって揺れるところを映して、こっちにも本当にで、すごいそのコックピットの閉鎖空間みたいなのがすごくうまく出てるわけ。怖いですよ最初、うーってなる、見ててクーってもう、でそうするとガーンとこうさ、最初は成層圏みたいなところを抜けると、こういきなり飛行機がこう角度がグーンっていきなりこう変わるんですよ。こう垂直になったものがグーンと横になる、カメラがガーッと、いきなり音が静寂になるね。でその後グーン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 って下に落っこっていくわけ。大変見てて、おっかこれなんて傑作だろうと。でそうするとその後、まあ宇宙飛行士になるんだけど、その宇宙飛行士になるところの理由というか、ドラマがあるわけだ、奥さんとのやり取りって家族で。そうするとニール・アームストロングってその映画によると、実際どうかわかんないけど、娘さんが結構幼い頃に亡くなってるわけだね、8歳ぐらいで病気で、でその娘の面影ってのずっと残ってるわけで、この映画がこの弱点になるんですけど、この後
で、ちょっと、まあ、宇宙飛行士になそういうなろうってなるわけだ。そういう NASA からの応募があって、ここからすごいですよ。また多動式なんとか重力装置みたいに乗るんだよ。怖いよこれは。俺みたいにカメラ回るとパニクるって人にはもうダメ。その装置座って何になるっていうと、宇宙でロケットに乗るとこう制御不能になってこう回転し続ける現象が起こるっていうわけ。来た、それの訓練だ。その椅子座るとグワン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 って回り続けるわけ。もういろんなパイロットねが集まってこうみんなテクスを受けて、みんなこう戻しちゃうぐらいウェッつって言って、こっちなんかもうただでさえ弱い男がうーなるじゃないですか。宇宙行くですよ。何回かテストから重ねて一番最初に月に月面に降り立つ男になるまでを描くからねって。自分じゃまたそれまでのテストだビューン言うでしょ。そこ怖いよ。一番最初はアームストロングが宇宙行くところね、また閉鎖空間、さっきのオープニングと一緒、ケーキ移してなんか狭い中3人でさ、グワーロケット、もう椅子揺れるかの勢い、こっち、いや怖い、もう音が、その映像と引きの絵がないから、中の人たちの話だから、これあくまで乗ってる人たちのその感覚って共有できるの。うわーね、あのゼログラビティって思って引きの絵とかあったじゃないですか。あれワンカットっつうとこ大きかったね。きっとあれは CG 使ってるとこだと思うんだけども、それとはまた違うようなこう体感ですよ。あじゃあ劇場で見るともっとすごいっつうんだけど、いやーけーね、行くでブーンまた成層圏抜けて静寂で地球を見るわけだ。来ますよここで多動式訓練の効果がグイン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 回り出すだけ。宇宙船がいやー怖い。俺劇場で一番怖かった。今まで見て、今見てもちょっとパニクるぐらい。カメラは揺れないのよ。でもその引きの絵のロケットのこう噴射口みたいな、そこ回ってるっていうところが映すわけ。そうすると回り続けてる、どうする、どうやって制御するって、いやー怖いなるわけよ。弟の手握りしめましたよ。思わず怖いよね、もう目をこう覆いたくなる。でも2500円払ってるから絶対全部見るね。怖い、こんな怖いことない。ほんと映画見ててやだね。グイン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 、すごい勢い、ウィン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 、あやめて、パニック、デパスくれ、セパゾンちょうだい、ね、酔い止めなるじゃん。でガーってなんとか制御して地球に戻ってくるわけ。映画のクライマックスここなんだね。あとは面白くない。月行く？だからなんだってんだよ。ね。で、月行った先どうなると思います？インターステラーと一緒。あとあれと一緒。なんだっけ？グラビティ、ゼログラビティもそうか。個人誌に行くんですよね。最近の評価いい宇宙物って。で、自分のこの過去とかそういったとこっていうとこに触れるっていうのがテーマになってくるわけ。バカ野郎ですよ。娘のこと思い出す。で、カレンっていうその娘のその腕は、その、最後宇宙の月の穴に投げて終わってくっていう話でさ、お前の話なんか聞いてねえよ、バカ野郎って思うわけね。すると、あれもそう、インターステラーもそうだったね。自分のその家族みたいなとこって繋がっていく単身やってくるわけだ。で、俺嫌だったそれが。大ちゃんいいってね、インターステラー。で、俺もいい映画だったもん、正直言えば。80点ぐらいの悪い映画ではないと思うんだけども。なんで個人誌に行くのってケチつけたわけ。つまんねえよと、2001年どうだった？普遍的なとこ行ったはずなのに、こいつの話になっちゃってつまんねえなっつって言ったの、俺が。いや、あれなんで宇宙行ってわざわざ自分の娘と交信するみたいな、バカみたいな話っつって言ってね。で、感傷的でやだねっつって言ったのよ。で、ファーストマン、デミアン・チャズル、演出最後、へぼっちゃいましてね、月行くでしょ？で、それまで音楽かかってんだ。着陸するでしょ？月出たら何すると思います？笑いますよ、これ。音がなくなる。だっせえな、バカ野郎って思うわけ。宇宙行って音がないなったらもうやめてくれって話で、散々誰やったと思ってんだって、誰やったかわかんない。初めての演出かもしれない。でも、見てて何の新鮮もないわけ。で、すごい傑作だったんですよ、途中まで。その、もうこんな恐怖を体感させるような作品はないからね。それが1時間半ぐらいかなと思ってるんですけど、時計見てないからわかんないですけどね。まあ、2時間20分。2時間20分の映画に名画なしって、これ大ちゃんよく言うんですがね。中途半端だと、
4時間なら4時間、1時間半なら1時間半だったら大ちゃん持論なんですけどね。と思って。で、その、大ちゃんと言ってて、大ちゃんは40点だって言ったんで、俺は最初80点かなって言ったんだけど、やっぱ見終わっていくうちにどんどん評価下がってきて、今60点って評価つけてるんですよ。だから行くことはないと思うんですが、見たって面白くないし、いいって言ってるやつは回しもんだと思ってるね。で、嘘つくなっていうふうに思うんだけど。で、そうすると、大ちゃんと言ったのが、多分デミアン・チャゼルって人はすごくその映画が好きな人だろうと。で、ね、やっぱ宇宙物って言ったら、やっぱもう、それはまあキューブリック様々になることになってくと思うんですよね、結局は。なんですが、この人ってね、結局自前のものっていうのはまだないんだね。まあ難しいかもしれないね、今の映像作家っていう点においては。新しいものって言ったって、青少年のこう、なんかナイーブな悩みって言ったって、もう文学からもやってるしっていつも言いますがね。で、まあ、大人は分かってくれないでもいいのかもしれないとか、楽しいなってくるとさ、なかなか厳しいものがあるだろうって思うわけ。ララランドもそうでしたね。結局、今までのミュージカルの映画のスタイルっていうと、こう、を踏まえてる作品だと思うんですよ。だから、今回もきっと、割とその自分のものっていうとこ見つけるのやっぱ苦労してますよね。デミアン・チャゼルっていう人はね。で、ただボロが出てきちゃったのかなって気がする。俺ララランドとセッション大好きなんだけど、セッション特に好きなんですけどね。で、そこの辺がちょっとやっぱり、まあ多分ですごくいいって言われてるとは思うんですが、まあ素晴らしいとこあるね。確かに100点の演出っていうのは確かにしてみせたわけだ今回。だけれども宇宙物の傑作、まあパッと名前出ない、映画詳しくないから出ないけども、2001年だライトスタッフだと、さっき言ったような映画に比べるとだね、なんだか中途半端な作りになっていて、まあいいのが分かんない。でもそういった傑作を見た後では多分物足りなさみたいなの少し残るんじゃないかなって気しますね。宇宙物でつまんねえってあれもそうでしたね。リドリー・スコットのオデッセイか、火星に取り残されちゃうやつ、あれもすごく中途半端な感じになっちゃったっていうところあって、なかなか難しいんでしょうね。やっぱ意外とそのたくさんテーマとしてあるかというと、意外と描かれてないものかもわかんないし、年に何本か、特にその SF と絡めたものっていうかな、例えば怪物が出てきたり、それこそ戦うんだという話であればアベンジャーズだなんだといくらでもあるんでしょうけども、こういう宇宙に迫ったというか、ニール・アームストロングのあくまで伝記というとこですから。で、ボヘミアン・ラブソディと同じ失敗を繰り返してるんですよ、この映画って。その訓練を重ねていく、その飛行訓練というか宇宙に行く過程の中で、すごくその仲間のパイロットたちってのが事故によって死んでいくっていうことは結構あるんですけど、それも仲間の描き込みが少し薄くてね、あんまりそのアームストロングがすごくそのショック受けてるとこあんま伝わりづらいっていうとこはあるんですよね。あいつ誰だっけって感じになる。ライトスタッフだと、まあ、3時間ぐらいあって、宇宙に行くまでのその7人の宇宙飛行士かな、そこの過程ってのを丁寧に描いたわけですよね。宇宙よりもそっちなんだ、メインってあれってのは。で、宇宙に行くまでっていうところのその、なんだっけ、着衣映画か、サム・シェパードがやったね。そこでこう、マッハを超えてもしかしたら宇宙に行ける可能性がという話からやった映画とかに比べると、やっぱ物足りなさが残っただろう。で、その社会ものでもあるんですよね。それこそ、まあ、ベトナム戦争が多分起こって、もう宇宙なんかに金かけんなっていうようなこう話が結構世論の中で起こっていくっていうところも少しずつ描かれていくんだけど、その辺もね、結局テクニックで終わってるような気がする。つまり社会的なメッセージっていうのを持てば、基本的には評論家、批評家みたいな人たちはもう素晴らしいと手を叩いてくれるよっていうのは俺の持論なんですけど、そうすると今回もその当時の映像とか使うんだけどね、なんかフォレスト・ガンプほどなんか茶化したような感じもなくて、フォレスト・ガンプだとほらいろいろ入れたりとかするって、もっとユーモアがあったけど、これただ入ってるだけで、もう俺はそれには騙されないって思うわけね。で、そうすると、でも一つかっこよかったのがね、いくつかかっこいいシーンっていうのはあるわけなんだけども、ギル・スコットなんとかって人の曲が途中でかかるんですよね。で、ちょっとパーカッションだけの曲で、黒人は今日も殺されてるっていう、こう、歌詞が出てきて、白人は月へ行くっていう、まあ、英語で言うんだよ。それをこう、ないないに、例えば今日も飯が食えないホームレスがいる。
白人は月へ行くっていう、そういう歌がかかるんだよ途中で。本当にある曲らしいんだけど、それがかかりながらさ、抗議活動やる連中が出てくるわけ。そうするとその後パーカッションだけになって、ロケットを見上げる宇宙飛行士たちの会話が入ってくるんだよ。そうするとその延長で聞くと、本当になんつうの、ポエトリーリーディングみたいな風に聞こえるって瞬間、かっこいいんだよね。だからデミアン・チャゼルって人っつうのは、もしかすると音っていうところにすごく繊細な人かもしれませんね。セッション、俺セッションってすごくミュージシャンに嫌われてる映画だって印象があるわけ。でも俺の周り嫌いだって人が多いんだけど、大ちゃんに言ったわけ。わかんないよ、フェアじゃないって言ったわけ。乗れたぜって言ったの俺。あんな気持ちよくなったことはないし、下手い、もっと嫌ね、ライブ見てるよりも全然ライブの感じしたっていう風に言ったの。そしたら大ちゃんが嫉妬だよっていう風に言うわけ。その辺のミュージシャンやっぱり大したことないから、やっぱああいう楽器に迫られたっていう、しかもドラムってものに理屈もなしにこうガーッと、まあ、ドラマ性薄いとか取ってつけたようなもんであったとしても、ガーッとドラムあそこまでやられちゃったっていうのは、やっぱミュージシャンとしては悔しいよそりゃっていうわけ。いいやつだねうちの弟っつうのはね。そういうこと納得いけますよね。だってセッションの悪口言っててだよ、てめえのライブつまんねえよってミュージシャン何人見たかよって話なんですよ。セッションの方が全然いいやってことあるわけね。で、だからララランドもそうですよね。音っていうところでいいやね、音楽ということだから。今回もまあだからそうですね、あの途中で寝ちゃっていいので、あの1時間半のとこまで見て、あとは寝てください、つまんないから。あのあと最後ね、ふぅーっ劇場があくびした、みんなで。あそこでバカなんだね、電気物でそのまんまやることはねえだろうと。実際そのニール・アームストロング一回宇宙行ってすごく元気元気になったかもしれないけど、そこクライマックスだったらそこ最後にくっつけちまえばいいんだってわけ。大胆に編集してそこの勇気がないね、デミアン・チャゼルは。だからバカ野郎ですよ今回デミアン・チャゼルは。もっとちゃんとやれって感じだね。才能あるんだから頑張ってくれってこと言いたいね。というわけで今日はまあ大した面白くない、アカデミー賞もやっぱ信用できない、批評家もやっぱ信用できないという僕のこの持論はですね、やっぱ今回も覆ることはなかったですね。というわけでまあ C プラス、いやそれちょっとフェアじゃねえか、 B マイナスぐらい、まあ60点の映画です。はい、というわけで今日の1本目は監督さんがデミアン・チャゼルで、主演がライアン・ゴズリン。ライアン・ゴズリンのアームストロング僕は合わないと思った。実際はでアームストロング知らないけど、繊細すぎちゃってね。やっぱそれは富野義行自分のイデオン大絶賛してましたかね、この間。あのアムロ見てくれよと言いたいね。アムロは成長すること、成長というか大人になることにその感情みたいなとこ鈍感になってくるわけでしょう。そういったところの描き込みみたいなやつを見た後だとね、なんか繊細でね、宇宙に行くの怖くなっちゃって、自分もしかしたら事故に遭うかもしれないって、自分の子供に理由を説明しなくて奥さんに怒られるなんてのは情けないですよ。ちょっといくらなんでも描き込みが浅いですね全体的に。だったらさ、セリフなんかなくてさ、ずっとその宇宙に行くまでっていうことだけ描いちゃって終わったってよかったんだ。ボヘミアン・ラブソディもそうですよ。そういう大胆さが必要なんだ、ハサミが必要なの、ハサミが。カポーティもしたけど、富野周期に言ってたね、いつも言うけども、一番好きなシーンからカットしなきゃいけない時があるって言ってました。でもなんだてめえ逆者だけじゃねえか正解って言いたいけどね、俺はハゲ野郎って言いたいけどね。まあいいや。というわけで今日の1本目は監督さんがデイミアン・チャゼルで、主演がライアン・ゴズリンで、ファーストマンでした。